本間岩先生です。ね、このシグナルが、ね、勝率 70% くらいなんですね。で、実際はどうかというのもあるんですけど、ここからちょっとずれてるんだけど、ちょっといいとこ行ったかなということで、ここでちょっと打ってみたんですけど、1万ドルですね。1万ドルですね。100万ぐらいですね。証拠金に出て、で計算すると100万ちょっと。1万ドルですね。で、140万ぐらいですか。今ドルいくらだったっけ。ね。でね、このシグナルがややちょうどいいところじゃないかなと言ってね、思ってね。で、これからこんぐらいの時間なんですよ。498。30分かける498倍ですね。で、これラインで落ちるんじゃないかということなんですけども。で、これスワップ金利がユーロ、アフリカランドはね、140円1日つくんですね。これでね、1日140円つくんですよ。ほったらかしてって、140円ずつプラス1日でね。それで、利益ですね、FX のね。両方を稼ぐという方法で、売りだけですね。売りだけのコンディションを見て投資するっていうね。RSI が11周期の78の22にしてます。これは13の78の22、9の77の23ですね。あ、これ勝率 70% だけど、10% 以上落ちると思うんで、15% ぐらい落ちると思うんですけどね。あ、これは一番勝率いいんですね。30分なんで、これだけの間あるんですよね。だから250時間計算してみましょう。498かける30分ね。これは分ね。で、割るボタン60ってことでしょ。これで時間ですね。アルゴとの24年。約10日間ですね。こっからだから、ずっとこんぐらいまで、あと10日間ぐらい、今週末ぐらいで、ね、様子わかるんじゃないかと。ね。まあ、スワップが楽しみですね。少額の投資ですね。試験投資ですね。ちょっと慣らしといてね。まあ1万ドルですけどね。動かしてるのはね。まあドルっていくらなんだろう。ドル何ドルっていくらなんだろう。全部すべて表示して。USDJ。110円ね。112とか。120万ですね。120万でどんの投資でいくらぐらい儲かるかですね。
これはもう計算できるんだな。証拠金で3250×400 と、ね、130万ですね、約ね。130万。エバラジ400ですから、ね、証拠金の400倍。これはこれを入れておきましょう。エキスパートこれをね、設定を修正してね、監視システムを入れておきましょう。1万円だったらプラスね、いくらも入ってないからこれ2万しかないですね。でだから5000と1万5000ね。これだったら、ね。こうにしておきましょう。ね。それで、これ入れとけば、監視システム入れとけばできましょう。ね。監視システム入れておきましょう。で、これをちょっと消しとくんでしょう。必要ないからね。で、これだけで監視すると。ね。ここを見とこうかな。だいぶ上がっちゃったな、これな。うん、まあ、しょうがないです。こっから下がるでしょうっていう感じだね。逆光はね、落とすんですよ、ね、で損切りが1万5000円ね。で利益付与5000円ってやってました。だからだいたいここら辺、ここら辺越したらね、5000円ぐらいいっちゃうんですね。すぐなるですね。こう切ってややこういうところで勝ちで、こんな上がってるから、これ上がってるとどんぐらいになっちゃうのかな。これ5万ぐらいいっちゃうかな。こうなると5万ぐらいマイナスになっちゃうね。10万ぐらいかな。10万ぐらいマイナスになって、ここでね、戻せたから。
こんなに上がっちゃうとね、まあそういうことですね。これはあのスワップ金利を入れて140円、日に今140円稼げます。 日にね、スワップ金利でこの、55で1万ロットね、1万ロットで必要証拠金が3250円、リバレッジ400です。で大きいね。で、外国のですからね、大きいですね。で約130万円を今上回してますね、証拠金額ね。実際は3250円です、証拠金でね。でこれ面白いとこですね。それでね、これ怖いからこれを入れておくといいんだな。でストップ入るかな、入らなかったか。ここ入んないか、ここ入んないね。これしょうがないわ。ストップとリミット入れようと思ったんですけどね、ここ入んない。スターなんて急激に落ちる、こういうの落ちることがありますからね。これもうちょっと下にしとこうね、これね。やや修正しとこう。これじゃなくてこれね、ちょっと見にくいから下で、まあちょっと、あれ、こんなに少し怒ってきてくるね、これね。で、この位置はね、ここに持ってきました。で、危険な時はボンボンと音しますからって、いいね、音で知らせてくるんですね。あ、560、まず、あの、買ってからね。あのね、アフリカランドがいいですね。スワップ金利で。売りを見るんですね、シグナル。だからシグナル出てないでしょ。ね。売りしか出てないんですよ、シグナルが。ね。売りしか出てないですよ。一応10回のうち70、また上がっちゃった。まあね。ということですね。どうもありがとうございます。